雨、止まないね。ああ、残念なお知らせよ。今日のライブは中止みたい。SNS でアナウンスされてるわ。そんな、新しいスクールアイドルのライブを応援できることを楽しみにしてたのに。そうだね。でも梅雨時の野外ライブだもの、こういうこともあるよ。今日ライブをする予定だったスクールアイドルはそんなに人気なんですか？ええ、すごいライバルになりそうなのよ。やっぱり見たかったね。うーん、諦めきれないよ。また次があるわよ。かりんさんはどこでこのスクールアイドルのことを知ったんですか？読者モデルの仲間が教えてくれたの。その子の学校で最近どんどん動画を上げて話題になってるスクールアイドルがいるって。はあ、それにしてもよく降るわね。天気予報では曇りでしたが、外れでしたね。雨でも何か楽しいことないかな。あ、ゲームセンター行く？ほのか、あなた今月はお小遣い使いすぎたって言ってたじゃない。あ、そうでした。せっかくライブが見れると思ったのに残念だな。雨なんて嫌いだよ。私も雨はあまり好きじゃないわね。髪の毛のセットも難しいし、靴のお手入れも大変だし、お気に入りの傘を使えるくらいしかいいことないわ。私は雨も風情があっていいと思いますよ。雨音を聞いていると心が落ち着きませんか？そうだね。楽しみにしてたことが潰れちゃうのは嫌だけど、雨の奏でる旋律は私も好き。そういえばお姉ちゃんも同じようなこと言ってた気がする。私、梅雨の時しか楽しめないこと知ってるよ。え？梅雨の時しか楽しめないこと？はい。あ、雨が上がりそう。ライブの予定はなくなっちゃったけど、私のおすすめの場所に行きませんか？あら、いいじゃない、楽しみね。あゆむさんおすすめの場所行ってみたい。私も。それじゃあ今日はあゆむちゃんおすすめの場所に行ってみよう。着いた、ここだよ。こんなに素敵な場所があったのね。ここ確か来たことあるわ。え、そうなの？読者モデルの撮影でね。あの時は確かあっちの建物の方を背景に使ったのよ。こんな素敵なところで撮った写真見てみたい。じゃあ今度その時の雑誌を見せてあげるわ。確かに素敵な場所だけど、ここにこの季節ならではの楽しみがあるの？うん、ちょっと奥の方にあるんだ。ここの庭園はどこも素敵だから、ゆっくり歩きながら行こう。はい、そうしましょう。それにしてもこれだけ広かったら運動会だってできそう。お天気も良くなってきたし。そうだ、ちょっとほのか、あなたまさか。みんな見てて、よーいドン。こら、ほのか。ほのかさん、石畳が濡れているので気をつけてください。平気平気、
ートが濡れてるのに走ったりするからよ。まったくもう。怪我はありませんか？大丈夫だけど、お尻濡れちゃった。早く拭かないと風邪ひいちゃうね。ルビー、ミニタオル持ってるからちょっと待って。ありがとう、ルビーちゃん。はい、捕まって。滑らないよう気をつけて立ってね。うん、ありがとう。はぁ、冷たかった。みんなも気をつけて。じゃあ気を取り直していきましょうか。あ、カリンさん、そっちは今通ってきた道ですよ。綺麗なお庭ね。雨に濡れてどの植物もすごく元気になってるみたいでしょ。太陽も出てきたから、これからもっともっと元気になるよ。確かに、こんな景観は今の季節だけのものですね。幻想的ね。よくこんな場所を知っていたわね。前に偶然見つけたんです。その時見た辺り一面を覆い尽くす紫陽花がすごく綺麗で、それ以来お気に入りの場所です。確かにたくさん咲いてるけど、辺り一面を覆い尽くすほどはないような。ああ、ごめんね、それはもっと奥の方なの。ここにもたくさん咲いていると思いますが、もっとたくさんあるんですね。そうなんだね、早く見たい。楽しみにしててね。あら、ルビーちゃん何してるの？あ、カタツムリさんを見てるの。カタツムリもこの季節ならではの風物詩ですね。ねえ、でんでん虫のでんでんってどういう意味なのかな？え？なんだろう、考えたこともないや。でんでん太鼓のように丸いからかしら。おお、さすがエリちゃん。思いつきで言っただけだから正解とは限らないわよ。諸説ありますが、一説によると殻の中に隠れたカタツムリに対して頭を出してと話しかけたことが由来とか。え、どうしてそれがでんでんになるの？頭を出してを出よ出よと言ったそうです。それがでんでんに変化したそうですよ。出よ出よがでんでん、少し無理があるような。まあ、長い時間をかけて変化したんでしょうね。あくまでも一説なので、間違えていたらすみません。うん、教えてくれてありがとう、しおりこちゃん。ルビーちゃんって虫とか苦手そうなイメージがあったんだけど、違ったんだね。あんまり得意じゃないけど、カタツムリさんは可愛いから。ねえねえ、あゆむちゃん、一面のアジサイってどっち？あっちだよ。ちょっと待って、どうしたの？雨に濡れた花を見ていたら、急に曲のイメージが湧いてきて。手帳でいいか、忘れる前に書き留めなきゃ。すごい勢い。曲のイメージって本当に不意に湧いてくるものなのですね。マキも連れてきてあげようかしら。音にも色ってあると思うの。それはきっと人それぞれ違うイメージなんだろうけど、音を重ねて綺麗な曲を作るのも、色を重ねて綺麗な絵を描くのも同じことだと思うんだ。
このお庭で生まれた曲、早く聴きたいな。もしかしたら私たちは今、名曲の生まれる瞬間に立ち会っているのかもしれませんね。そうね。みんな待たせてごめんね。綺麗な紫陽花を見て思わぬ収穫があったよ。この景色からはいろんなインスピレーションがもらえそうだものね。はい、見ていて癒されるというか、心が穏やかになっていくのを感じます。紫陽花って、はい、なんか美味しそう。ダメだよルビーちゃん、紫陽花って毒を持つ種類があるから食べたら危ないよ。あ、ごめんね、そうじゃないの。なんとなく和菓子っぽいなって思って。そうね、和菓子のデザインに合うかも。そのアイディアいただき、帰ったらお母さんに話してみようっと。もしかしたら私たちは今、メーカの生まれる瞬間に立ち会っているのかもしれませんね。それはちょっと違うような。ほのかさん、紫陽花の和菓子ができたら教えて。お姉ちゃんに食べさせてあげたいんだ。もちろん。ルビーはダイヤのことが本当に好きなのね。大好きです。着いた、心よ。わあ、すごい。本当に一面の紫陽花ね。あれ、カリンさんは前に来たことがあるんじゃなかった？その時は洋館をメインに撮影したから、こんなに奥までは来てないの。紫陽花の季節でもなかったし。取れちゃうわね。あれ？あれれ？どうしたんですか、ほのかさん。もしかしてアジサイっていろんな種類があるの？よく見ると花や葉っぱの種類もたくさんあるよ。ほんとだ、色が違うだけじゃないみたい。アジサイと一言で言っても、実は200以上の種類があるんですよ。え、そんなに？しおりこちゃん、詳しいのね。たまたまです。小さい頃に植物辞典で見た知識なので、今はもっと種類が増えているかもしれません。みんなの言う通り、ここにはいろんな種類のアジサイがあるんだよ。見渡す限りのアジサイ、SNS 映えしそうね。写真を撮っておこうかしら。えい！あ！まったくもう。お、ごめん。アジサイについてる雨粒が綺麗だったから飛ばしたくなっちゃって。もう、次は人のいない方にやりなさいね。はーい。じゃあこっち側に。ほのか。まったくもう、怒ろうと思ったけど笑っちゃうじゃない。雨露に濡れるのもたまには悪くないわね。エリちゃんのいい写真が撮れちゃった。え、何か言った？ううん、なんでもないわ。このアジサイも綺麗ね。アリサにも見せてあげたいわ。あ、ここにもカタツムリさん。またイメージが湧いてきた。メモメモ。いい写真がたくさん撮れたわ。
バッチリ綺麗なのが咲いてるよ。行ってみようよ。ほのか、そこ濡れてる。わあ、はあ、びっくりした。今度はセーフ。私が支えてなかったらアウトだったわよ。ありがとね、エリちゃん。あっちに咲いてるアジサイ、こっちにあるのと全然色が違うわね。不思議。アジサイって土とかで花の色が変わるんじゃなかったっけ？へえ、そうなんだ。土壌の性質だけではないんですよ。咲き始め、満開、咲き終わりと色が変わっていくんです。しおりこちゃん、詳しいのね。じゃあ今見てる色はこの後変わってしまうかもしれないのね。いろんな色が見れるなんてお得だよ。なんだかスクールアイドルみたいだね。え？どういうことですか？ライブごとに私たちも色を変えていくから。それに応援してくれるみんなの力でも変われるよね。仲間の力でも変われるよ。本当にそうね。あゆむ、素敵な場所に連れてきてくれてありがとう。私もまたこの季節に行きたいなって思ってたところなので、喜んでくれて嬉しいです。とっても素敵だった。でもやっぱりライブが見れていればもっと完璧だったのに。確かに勉強のためにも見たかったです。そんなに見たい？もちろんです。じゃあ見せようよ。ここにはスクールアイドルが7人もいるんだから。あの、ほのかさん、何をするつもりですか？ここで私たちが雨の日限定特別パフォーマンスをしちゃうの。雨が止んだとはいえ足元が濡れているので踊るのは危険です。ほのかさんも先ほど転んだばかりではありませんか？思い出したらお尻が痛くなってきた。しおりこちゃん、スクールアイドルは歌って踊るのだけがパフォーマンスじゃないよ。あゆむさん、最初は私にやらせて。どんなパフォーマンスを見せてくれるのかしら。ペンライト出してもいい？上原あゆむ、歌います。しおりこちゃん、聞いて。いい歌だったわ、あゆむ。うん、庭園の雰囲気にもすごく合ってたよ。ルビー、もっと応援したいよ。うんうん、もっと聞きたーい。ありがとう、みんな。しおりこちゃん、どうだったかな？とても素敵です。感動しました。体一つあればどこでもパフォーマンスができるなんて素晴らしいです。どこでもどんな時でもスクールアイドルは、あゆむさんは人の心を温かくしてくれるのですね。そんなに褒められると恥ずかしいよ。もっと胸を張りなさい、あゆむ。あなたは素晴らしいスクールアイドルなんだから。そうね、あんなパフォーマンスを見せられたら黙ってられないわ。次は私が歌ってもいい？ルビーも歌いたい。このアジサイの中で歌いたいよ。私だって。慌てないの。しおりこちゃんも自己主張しないとみんなに先に歌われちゃうよ。え、あの、私も歌いたいです。よし、
じゃあ公平にじゃんけんよ。負けないよー。